行きましょう、もうちょっと。ニノくん。さあ、またあそこに行きたいと思います。何でしたっけ？ニワトリ小屋の先、犬。ワンちゃん。あれ、もう出てこない。一回突破したからかな、これ。デザインでぬるいかと思ったね。結構ぬるゲーかと思ったんだけど。こういうの全然怖くないから羨ましい。いやーよし突破。あいつはなんか止まった瞬間襲いかかってくるから、その隙に抜けたらいいから意外と楽やで。はあ、ズタズタの水着とかまさかちょっとありえるかもな、なんかそういうの。で机に、あー置くかー。柔らかい攻撃毛が生えてる濡れた骨です。あーもうしんどい。第2章、多分これで終わりでしょうか。ボスとかおんのかな。やだな、行くよ。行きまーす。ピッて。来た。来た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 。骨じゃーん。うまい。濡れた骨を取られた。あ、帰ってた。骨で遊びに行ったで、あいつ。あいつ顔気持ち悪いな、マジで。行っちゃったみたい。さあ、こん中入ってみましょうか。とりあえず掘り返そう。上履き。誰かの いじめられてたんかな、これ。もしかして。上履き。学校で履く布の靴。この靴、雨の日よく滑るから転んじゃう。隠されてたんかな、これ。俺、隠されたことあるで。この話重くなるからやめよう。お姉ちゃんのお靴だ。お靴ですか？お靴。あら。お姉ちゃんのお靴を拾った。帰る？セーブしますか。きついなぁ、これ。もうしんどい。あ、ここまでビビるか、俺。マジか。ビビっちゃったよね、ほんと。いや、俺ここまでビビらすとか大したもんだよ。ちょっと水飲ましてくれ、もうちょっと。そう。いや、みんな正直どうですか？このゲーム、見てみて。ぶっちゃけた、ぶっちゃけたところちょっと怖いぞ。1時間しか経ってないって。いやもう、俺の中では30時間経ってるで、これ。ほんと。え、実際怖ないって、おめえら、おかしいやろ。おめえら人間か、マジで。もうちょっとやぞ、みんな。もうちょっとやろうか。うん。いや、ダメだ、俺。突然出てくる系はね、ほんとに苦手なんだよね、ほんと。3D 系よりは怖くないって。ほんとかよ、みんな。すげえな。じゃあみんな冷静でいてくれよ。俺はちょっと、ビビるかもしれんけど、みんながその、ええ感じに、導いてくれ。トイレ大丈夫。もう全部出て。やばい。さあちょっと進行、もうちょっと休憩させて。ちょっと、俺もまだ勇気出えへん、ここに。ここをプレイする。あかんわ、ズタボロの水着といい、骨といい、ね、上履きといい、学校ってのは闇の世界でしょうか。ね、怖いね、ほんと。うん。バックレんだよ。いや、もう、バックレたい。ほんと、俺、今日と明日で俺、このゲーム終わるかなと思ってんだけど、終わるかな。あさってから俺、帰省するから放送せんくなんねんけど。まあ、とりあえず、もうちょっとやりましょう。結構クリア時間が意外と短いって聞いてるから、ねえ、チャッと終わらしちゃおうかなと思ったんやけど、意外となんか、やばい。
明日6時間やったら終わるぞ。いや、6時間やりたないな。明日4時間ぐらいやるかもしれんけどね。よし。じゃ、とりあえず、今日もうちょっとやっていきましょうか。じゃ、そろそろ皆様いいですか？再開いたしますよ。はぁー。やるかぁ。あー、もうやだ、ほんとに。本気できつい。よし。じゃあ続きやっていきます。セーブ完了しました。心臓持たへんわな。お姉ちゃんの靴。お靴を履くお姉ちゃんを思い出します。あの日はこのお靴を履いて行っちゃった。今は片方しか履いてないのかな。お姉ちゃん、どこに行ったか全然わからないけど。とにかく、どこか探さなきゃ。田んぼの方も探してみようかな。今回田んぼに行けってことですね、ほんと。田んぼーん。お姉ちゃん、これ2日目なんかな。お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん、どこにいるの？これ何？ここ。ここはトイレ？いっトイレ？お母さんとお父さんは、まだ気づいてない。やだ。ここ入れないね。ここから出ます。この音がやだね。すげえやだ、これ。お田んぼに行くか、お田んぼに。お田んぼに追いきますか。なんもない家の中。犬用のうち、ポロはいない。ポロ。ポロ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 。さあ、田んぼってどこにあるのか？上かな？あ、あった。ここですね。ちょっと嫌な思い出がある、あの、空き地のすぐ近くにあります。プールからワープしていくよりも、普通に歩いていった方が多分早そうですね。それでは、今から、お田んぼに、ね、追いきましょう。なんで夜に行くんだろう。朝に行けや、お前も、ほんま。子供心ながら分かってんのかもしれんな。夜に行かないとダメだっていうのが。うん。なんかおるな、もう。時すでにお寿司。普通におるのやだな、敵が。いやー！今いたよな、近くにあいつ。はい、消えろ。こっち来たやーん。いきまーす。もう、本気でやだ。なんで俺このゲームやってんねやろ。夏だ、ホラーだとか、最初に言ったやつ、やべえと思う、俺。10円じゃね？落書きのメモってなんだよ、落書きのメモ。遊びは、だるまさんに目を入れるまで続く。目は必ず右に入れる。これどっち？今はここだから、もっと右の方ですね。引きましょうか。右か。あ、落ちてる落ちてる落ちてる。ジュエーン！止まれ。じゃあこっちのどっちだろう。さっき前行った空き地のところの砂場掘ってみる？みんな行ってみようか。あそこまでなんかいる？おお、パトロール先生はちょっと怖いからやめとこう。やっぱやめますわ。あのパトロール怖い。なんか近寄りたくないもん、ほんと。石ー、これ何？立ち入り禁止。え、でも田んぼって、え？漢字読まれへんわ。え？いけない？いけるよ。
すげえやだ。へえ。なんかある。え？帰ろう 帰コンポ動かんかった。え、でもどうすんやろこれ。道があそこ行かれへんやろ、戻って、あの右側は。だからもっとぐるっと回っていかなあかんってことかな。え、生きようってあれで終わりじゃないの。なんか落ちてる。何かの部品。どこ、何かの部品って。これは違う、あれなのかな？収集要素は。めっちゃあるやん、こう、よう見たら。何かの部品。ふーんってやつ。ここ行き止まりやで。一応言っとくと。田んぼに行くにはパトロールをまかなあかんかった気がするって。え、パトロール先生を潰さなきゃいけねえの？恍惚ありがとうございます。うわー。石投げるか。えい。拾ってての死んだ。夢だったー。アイテムはー拾った状態ですね。もうやだこれ。もうしんどいだよ、周り。まあ、でも、パトロールが意外と足遅いってこと分かったのは収穫やけど、あいつが、とんでもなくストーカー気質であるってことは分かった。ねえ、絶対お前のことを追いかけてやるっていう。ねえ。よし。こいつ足遅いよな、ほんま。よし。なんか落ちてる。よいしいじゃん。10円玉落ちてねえかな。10円玉100個ぐらい落ちてほしい。ほんと。今、10円玉1個持ってますね。よかったー。おおおお、ちょ待てよ。今ここだからもっと上だ。君を無視する。君は無視できる。意識が効くやつと効かねえやついるから試してみたら。それいいね。こいつは。え？どこ行くの？待って待って。あっ。なんかすげえ響いたで、ね、今これ。これどこ行ってんの俺。え？大丈夫俺。何してるの俺は。お墓ここ。じゃあ何？チャンキー落ちてる。よし。これパトローラーの近くだよね多分。いた、パトローラー。セーブ中のダイダラには辛いゲーム。よし、巻いた。で、この、ここに隠れるとこ。これ。うわ。
帰れ帰れ帰らんのお前。え？帰る。これ相当やばいやつやん。うわあ、ダメだー。あ、一定の距離外れたら、離れたら、離れた。俺の勝ち。なんか踏み切りの音する。ん？電池切れる？え、すげえやだ。すげえやだこれ。なんか向こうにいなかった？え？うわあ！消えた。お金拾った。峠で若い女性が行方不明になっています。心当たりのある方は、以下の電話番号までご連絡お願いします。いや、電話してあげて。おじ、うわぁ！お地蔵さんが先！何今の？これ口？完了。これなんだ。うわぁ、すげぇワープできる。あっ、えい。え？なんですのそれ。